ダルに煽られて普通に切れる鈴木誠也。カブスの鈴木誠也外野手は3日日本時間4日、敵地で行われたパドレス戦に4番ライトで出場し、4打数無安打に終わった。初対決が実現したダルビッシュ有投手に対しては3打数無安打に三振。試合後は自分にイラつきすぎて、何も覚えてないです。何もないです今日はと話すにとどめた。何かあるやろ小学生の感想かよ。聞いてて草。普段の不機嫌は演出やったんやなってくらいブチギレてたな。そらダルビッシュからあんなコメントされたらムカつくよな。ダルビッシュ何もない。これがあなたのウィークネス弱点ですというところだと思う。僕は基本的にそういう投球をするので。Y も人生の中でいつかウィークネスって言ってみてかっこよくて草。なお防御率 4.10 鈴木誠也以外にも弱点攻めてくれよ。っていうか MLB の欠点だろ完全なボール球を鈴木はきっちり見逃しただけなんだから鈴木の方こそダルにも審判にも言いたいこと山ほどあったはずだわ言ったら問題になるから必死で我慢してただけで。最後までご視聴ありがとうございました。